かしましたか？クーカはですね、ド M にしてほしいという人のお願いを叶えています。結構多いんですよね、ド M になってみたい人。クーカ、人の役に立っていますよ。愛と希望の力に目覚め、魔法少女になりました。この力を正しいことに使い、町の人々を笑顔にしたいと思います。そう、すべての人々をド M にして世界を幸せにするのです。クーカは俺だけのド M だぜ。だなんて、クーカ、愛と希望の力が高まりすぎちゃいます。あのアジト、実はまだ使ってるの。居心地がとってもよくて、風花ちゃんとしずるちゃんもよく来てるのよ。君の可愛い人形と、なんだかすごく怪しい本がどんどん増えてるわ。ドSさん、クーカ再び闇のド M になってしまいました。妄想が溢れて止まらないです。ジュルリー、あ、少し違います。ドSさん、フフフはもっとお腹の底から湧き上がる熱いたぎりを意識して、口元を緩ませながら吐き出すのです。つまりこうです。闇の先生の魅了、とっても刺激的でした。思わず空間、我を忘れて生徒になってしまうところでした。あ、ド S さんには聞かないのでしたね。それはもう、心をわしづかみにされて、こちょこちょとくすぐられるような、じれったくもあり、甘酸っぱさもあるときめきでした。ちゅるりで耳にしたのですが、ド S さんの力と魔法少女の力を合わせて変身することができるのですか？ぜひクーカをド S さんパワーで変身させてほしいのですが。ド S さんの力が来ました。
勝手に変身して、あれ、ドエスさん、変身が途中で止まって、あ、こんなあられもない格好で、ちゅるり。さん、このアジトの名前、伊予先生は秘密の学び屋で、しずるさんはお姉ちゃんと弟くんの愛の巣がいいというのです。でもクーカは底深きド M の館がいいと思うのです。どうですか？愛の巣という響きに空花の胸は高鳴りました。ドエスさんとしずるさんのお二人以外眼中に入っていない感じも空花的には高得点です。存在に扱われる空花、さすがはドエスさんです。この名前に込められた空花の思いを受け止めてもらえたのですね。全く全然何もわからない。でもクーカは満足です。闇のお姉ちゃん、お姉ちゃん、なんだかこういい響きよね。もし君がよければだけど、先生のこと一度だけお姉ちゃんって呼んでみてくれない？え、しずるさん、これは違うの。決してお姉ちゃんの立場を奪おうとか考えてたわけじゃなくてね。ああ、もう、君、助けて。ねえ、私はこのアジトの名前、秘密の学び屋がいいと思うんだけど、しずるちゃんはお姉ちゃんと弟くんの愛の巣、クーカちゃんは底深きド M の館がいいっていうの、君はどう思う？やっぱりそうよね。君ならそう言ってくれると思ってたわ。じゃあ早速先生と秘密の授業しちゃう？まずは算数からよ。
闇のド M。 ううん、クーカちゃんすっごく強敵だったわね。私あんなの初めてだったわ。あれがド M なのね。グフフってなってジュルリってなっちゃうの、すごかったわ。確かに旗から見ると楽しそうかもしれないわね。でもやっぱりみんながド M になっちゃうのはまずいわ。どうしてって、バランス的にというか。君は気にしなくていいのよ。先生なのに闇の力に染まっちゃうなんて困っちゃった。でも生徒のみんなは素直だし、なんだかとってもいい気分ねえ。今なら君も先生の言うこと何でも聞いてくれる？あ、あそこ気持ちいい。ありがとう、先生の体いたわってくれて。闇の力ってとってもすごいのね。多分関係ないけど。表の顔は教師、でもその裏の顔は愛と希望を胸に抱き闇の力で戦う魔法少女なんちゃって。見てたの？やだ、学院のみんなには秘密にしてね。かわいいだなんて先生をからかっちゃダメよ。もう、もう一度見たいの？先生、恥ずかしいんだけど。でも仕方ないわ。君のお願いだものね。そうね、先生と君だけの秘密。私がこんな風にはしゃいでたのを知ってるのは君だけよ。え、君も一緒にやりたいの？じゃあもう一度やりましょうか。君の前で恥ずかしがる必要なんてなかったわね。闇のお姉ちゃん、お姉ちゃん、なんだかこういい響きよね。もし君がよければだけど、先生のこと一度だけお姉ちゃんって呼んでみてくれない？うん、思ってたよりいいかも。でもダメよイオ、私は先生なんだから。お姉ちゃん先生よ。なんだか可愛い感じの呼び方ね。ちょっと気に入っちゃいそう。
ついこの間魔法少女に変身するかすみさんを見かけたのですが、なんだかとっても恥ずかしそうで、でもそれがどこか気持ちよさそうで、もしかしたら空花と気が合うのではないかと思いました。